こんにちは。ちょっと新しいシリーズで、所有対サブスク、これ今話題になってますよね。持ち家がいいのか賃貸がいいのかとかね、レンタカーがいいのか所有した方がいいのかとかね、所有対サブスクっていうのが今トレンドになってるわけですよ。それで第1弾の今日はですね、タクシーを毎日利用した方がいいんじゃないか。持ち家、車を所有するのはダメだ。よく池早さんとかのビジネス系 YouTuber がですね、よく言ってますよね。車と家と生命保険は、もう、これは、この3つはお金を食う3大要素だから、これをまず断捨離すべきだって言ってますよね。他の人もいろいろ。で、車っていうのはいかにどれぐらい損するのかっていうのを考えてみました。これね、タクシーをまあだいたい2000円、まあ当然1メーターだいたい東京だったら750、もうちょっと安いか650円ぐらいなんだけど、まあ2000円を毎日365日やったら73万円です。まずね、これ意外に安いんですよ。あれ、案外安いな。毎日ですよ、これ。毎日は乗らないだろうっていう思いますよね、普通は。さすがに毎日は乗らないだろう。だけど、毎日乗ったとしても2000円かける365で73万円なんですよ。で、じゃあ一方、車を所有した場合、これは本体を1000万のベンツを買って、見栄を張りたいからっていうんで、本体を1000万のベンツを買ったとします。で、これを、現金で買う場合と金利払う場合とありますけど、金利を払ったらこれさらに金利がかかりますと。ただし、いや、こんな高い例を出して対決させるのはおかしいだろうっていう人いると思うんで、とりあえず本体は別になしでも、今はですね、これは別に考えなくてもいいです。ランニングだけを見ていきましょうか。ランニングを。まず、ガソリン。これ大体どうでしょう。月1万5000円ぐらいは入れますよね。まあその軽自動車か普通車か高級車かとか、あとスポーツ車かにもよりますけども、そもそもですよ、タクシー毎日2000円乗ってるような人と比較するわけですから、少なくとも月1万5000円は入れますよ。ということは18万円。で、駐車場はこれ自分の持ち家だったらそこに置いとくっていうのはあるんだけど、まあ一般的に賃貸の人が多いですからね、今の若者っていうのは。そうすると東京でだいたいまあ支部で月2万ぐらい吸いますと、そうすると24万円ぐらいいきますと。で、重量税と自賠責、これはだいたい2年間で8万円か9万円ぐらいですね、普通車だったら。だから1年間4万円です。で、これ任意保険はだいたいまあ車両保険を入れるかどうかとか、あと保証の範囲にもよりますけど、だいたいこれ年間6万円ぐらいでしょうと。で、消耗品。消耗品はオイル交換とかタイヤ、あとその修理をして、例えばラジエーターポンプがいかれたとか、パワーステーポンプがいかれたとかね。まああとその、なんでしょうね。いろいろ消耗、修理、消耗。これが8万円ぐらいいきますと。まあ、あとこの中にはその車検をね、僕なんかは陸運局に直持ち込みで自分でやるタイプなんだけど、大体の人はディーラーさんに任せますよね。そうすると2年に1回大体手数料で7、8万円取られますから、それも込みと考えてもいいです。で、あとはですね、所得税とか環境税とかね、リサイクル費用とかありますよね。今所得税が減らされるか、廃止になる代わりに環境税、結局はでも取られるんですよ。そのイニシャルのお金が。で、これを全部足しますと、60万円です。60万円。だから、いかにこれタクシーとほぼ同じか。ランニングだけでですよ。ランニングだけで、これは、もう高いわけです。ほぼ一緒ぐらいになります。で、本体1000万、まあ、もし軽自動車だったら150万とか、中古で買うと安いとかありますけど、それを分割払いで払ったら金利がまたかかりますからね。
だから、あの新車をローンで買ったなんていうのが一番分が悪いわけですよ。新車をローンで買ってしまったら金利の分でこれでもう完全にあのこっちが追い抜きますから、完全にこれはタクシーの方に分が上がりますと。これはもうタクシーの方がこの第1弾所有対サブスク、これはサブスクの方が勝ちました。車に関してはね、本当にそうなんです。これね、この前持ち家対賃貸のやつで過去動画を探していただければ分かりますけど、それに関しては家に関しては所有の方が圧倒的に上ですよということを説明しました。それは一言で言うと、大家さん、世の中の大家さん連中っていうのは銀行から金を借りて物件を建てて、それを人に貸すことによって、そのローンをさ銀行に対する返済を差し引きしても年間 5% の利潤が出てるってことは、結局大家さんの方が儲かってるってことだから、空室が出たとしても空室率を考慮して、そしてその物件を建てるためのお金を借りて、その返済のやつを差し引いても、で、年間 5% 以上の利潤が出るんです。ということは、もうこれは、どっちが儲かってるかを考えたら分かるんですよ。儲かってる方が得なんだから、所有の方が完全に得なわけです。ね。だから、所有対サブスクっていうのはね、その内容によって勝ち負けが出るわけです。ね。この移動、モビリティです。このモビリティに関しては、サブスクの方が上でした。じゃあ、レジデンスに関しては、住居、レジデンスに関しては所有の方が上でしたと。ね。それの結論が出ましたんで、タクシーの方がいいです。で、これは大人数で移動するんだったら別に2台乗りで行ってもいいわけですよ。4000円ね。毎日そんな移動しないですから。で、仮に4000円だとしても、毎日4000円使う人だとしても、146万円しかかからないわけです。この本体代を入れたら圧倒的にこっちの方が安いわけですよ。ね。いや、軽自動車にしたらもっと安いじゃないかっていう人もいるんだけども、でもそれでもですね、じゃあそれがどこまで下がるのかっていうのはそんなには下がらないでしょうね。こっから例えば6掛けぐらいになったとしても、36万円ぐらいかかりますから、この、毎日乗るのとそんなに遜色ないんですよね、うん。まああとね、それに軽自動車の場合は本体代がかかりますからね、うん。ランニングは多少これ下がりますけど、それに さらに今新車で軽自動車買ったら150万は下りませんから、でそれをローンで金利で払ったらもう確実にこれはこっちの方が上なわけですね。だってこれそもそもこれが ここのやつがガソリンとかも下がって、まあ36万はちょっと言い過ぎだな、45万まで下がるとしますよね。で、しかし、本体プラス金利が、だいたい、まあ、150プラスで、180万ぐらいかかりますと、5年ローンで借りたら。180万だから、5年でそれを乗り換えるとしたら、まあ、もっと長く持つよっていう人もいるかもしれないけど、まあ、180万で7年としましょうか。そうすると、25ぐらいか。25ぐらいでしょ。そうすると、45と25で、70になって、これとほとんど一緒なんです、軽自動車の場合でもね。軽自動車にしても7年所有で、タクシーとほぼ一緒ですね、うん。だからそれぐらいね、タクシーほんで毎日これ乗りませんからね。皆さんこれ車を買ったとしても、1週間に何回動かしてますかってことです。毎日タクシー乗る前提ですからね。これは2日に1回だったら35万円ぐらいなわけですよ。だから、だいたいそんなもんですよね。2日に1回でも多いですよ、これ。だってほとんどの人は、あれ、どうだろう。週末ぐらいしか乗ってない人いっぱいいますからね。だから、もうね、それと、だいたいね、その毎日
週7日間タクシーに乗ってたら、さすがにちょっと乗りすぎだなと思って自制したりしますよね。だからちょっとした1メーターだったら歩こうとかなるんですよ。そしたら健康にもいいし、これも下がるということで、どう考えてもですね、こっちの方が安いんです、うん、という動画でした。